どうもソンツンです。今日はリスボエタに久しぶりにやってきました。個体エリアの中にある、リスボエタというですね、テーマパークホテルみたいなところなんですけれども、今日の目的はただ一つ、ずっと前に動画で出したところなんですけれど、スタンレーズカフェに、これから行っていきたいと思います。こちらスタンレーズカフェと、ね、名前が出てるんですけれども、これからまずここの緑のところからですね、中に入っていって、さらに奥の方に進んでいったところになります。今日はスタンレーズカフェに再挑戦ということで、前の動画はですね、このスタンレーカフェができて1週間ほど経った頃にお店に行ったんですけれどもね、その時に注文したものがね、なんか忘れられてて、結局最初に注文してから40分ほどね待たされたんですよ。その時はね、まだオープンしたてだということでね、店員さんも、慣れてなかったんだと思うんですけれども、今日はですね、きっとそういうことがないことをね願ってね、久しぶりにスタンレーズカフェで、食事をしたいなと思います。さらにですね、向こう側の奥の建物の中に入って、ちょっとまっすぐ進んで右側にね、見ていただければスタンレーズカフェが見えてきます。では建物の中に入ってきましたら、こちらが主にショップのエリアのところですね。でずっと突き当たりまで行きますと、IMAX シアターというのがねあったり、で、こういうねニューバランスであるとか、いろんなねショップが入っているというエリアになります。この黒いのがですね、なんかモニュメントとしてねあるんですけれど、老舗のリスボアホテルのイメージですかね。なんとなくね、鳥の籠のっぽいイメージだなっていうのはね、お分かりいただけると思うんですけれどね、なんか風水としてもね、この鳥の籠っていうのがね、すごくいいらしいんですよね。で鳥籠まで来たら、入り口から入ってまっすぐ行くと、右に曲がるという流れになります。もうこちらですね。スタンレーズカフェになります。これがそのテーブルの現在の空き状況ですね。テーブルのサイズもね、2人まで用とかね、4人まで用とか、大きなものであればね、14人までか。で名前がスタンレーズカフェなんですけれど、名前の由来はリスボアのオーナーだった人ですね、スタンレー・ホーさんになります。名前的にもね、すごくいい感じの名前じゃないですか。カジノ好きとかね、リスボア好きっていう方にはね、一度はこのお店に来るべきだとは思いますけれどね。入り口入っていただくとね、もう早速こんなねレトロな感じがね出てますね。すごくねレトロな照明があったりだとか、奥の方こんな感じになっております。赤いソファーとかいいですね。多分一人だったら赤いソファーに座らせてくれないんですかね。前はね赤いソファーに座ったんですけれどね。注文方法なんですけれども、この各テーブルにですね、テーブル番号とでこの QR コードがあるので、スマホでねこれを読み取っていただくんですよ。でそしたらですね、こういう風にですね出てきますので、このディエンザンっていうのを押していただくと、メニューのページに行くんですが、ぼやけてるかもしれないんですけれど、シダンリーティエバンザアパーというですね、スタンレー鉄板ステーキというのをね注文しましょう。168パタカーですね、かける 16.5 ぐらいかな、日本円にすると。あと飲み物もね、いろいろあるんですが、今日はマカオらしくマカオビールにしようかな。鉄板ステーキの方はね、プラスいくらかすると、なんかセットメニューということでね、ドリンクとかスープとかあるんですけれども、セットメニューにはビールがないですから、単品で注文にしておきましょう。あとステーキの方はですね、ソースは選べれるんですけれども、このミディアムとかレアとか焼き加減の方はね選べないですね。お店のマニュアル通りに焼かれるんでしょうね。あとはこちらの緑のマークのシュエンハオラっていうね、これで確定ボタンをね、押します。でまた再確認用のページが出てきて、右側のですね、チュエレンシアダンっていうのを押します。イシアダンサイピンって出てますから、これで注文が完了したんでしょう。10
パーかな、なんかサービス料金がかかるんで合計すると234パタカ30アボスですね。結構いい値段するな。店員さんもいいですね。なんか制服が昔のような感じが出ててね。ではね、まずビールが来ました。マカオビール、ゴールデンエール、エールビールですね。久しぶりだな、マカオビール。ビール置くと同時に係員がね、これ持ってきましたので、これ最後にね、あのレジの方に行って精算するということになるんですけれどね。よかった、無事に注文できてて。あ、泡だらけにやったな。まあいいや。チンタオビールとかと比べるとね、ちょっと色がね濃いんですよ。ちょっと映像では分かりづらいかもしれないけれど、いただきます。乾杯。ラガービールとは違ってね、これゴールデンエールでエールビールになりますので、なんかフルーティーな感じ、少し甘い感じがするんですね。だから甘いのがちょっと嫌だなっていう場合はね、あともう一つ、あのチンタオビールがねありましたのでね、甘い感じのが嫌だったらチンタオビールを注文した方がいいかなと思います。はい、それではですね、メインのスタンレーグリルステーキ来ました。結構なボリュームですね。ウインナーとでビーフステーキかな。多分こっちが色合い的にチキンですよね。ソースなんですけれども、今日選んだのはガーリックソースですね。あとなんだこれ、ポルトガルのガロのデザインがされてるんですが、これは肉汁とかがね服につかないようにエプロンですね。あとフォークとかナイフとかね、スプーンとかは全部こっちに入っておりますので、使うものを取り出してください。多分色的にミディアムで焼いてくれてるのかな。ちょっと思った以上にビーフステーキ歯ごたえがあるなと思ったんですけれど、まあでも、うん、美味しいですね。オレンジはなんだろう、オレンジのこのつぶつぶのやつは人参でしたね。映えるというかおしゃれな感じで作られてますね。ウインナー、ウインナーうまい。ちょっと塩気のあるウインナーなんですけれども、このちょっと甘い感じのするね、マカオビールとちょうど合いますね。チキンステーキはこっちの方がね、なんか赤いトマトソースみたいなのかかってて、でもう一つこっちの方が何もソースがかかってなかったんですけれど、チキンめっちゃ柔らかくてうまい。あ、赤いのはトマトソースじゃなくてちょっと辛いやつだ。辛っ。ノーマルなチキン、胡椒が効いててめっちゃうまいわ。チキン、このビーフよりもチキンの方が好きですね。そうだな、日本のファミレスみたいな感じもするけれども、なかなかいいんじゃないですかね。これ名前もいいですよね、スタンレー鉄板グリルステーキ。ここの店員さんの制服いいっすね。あの赤いスカートの水玉模様のね、制服とかコスプレとか全然興味ないんですけど、なんか惹かれるんですよね。お会計はですね、今あの真ん中のところに映っているこれがお会計のレジのところになりますので、この伝票を持ってレジのカウンターの方へ行って支払いになります。それではスタンレーカフェでね、食事をしてきました。まあ、前回みたいにね、あの注文忘れられるっていうこともなく、非常にね今日は満足しております。で注文なんですけれども、あの QR コードでね読み取って注文するんですが、どうしてもそれできない場合はですね、係員さん読んでね、あのメニュー表から注文することも、可能だということです。あと支払いなんですけれども、一番最後ですね、レジのところまでも伝票を持って行ってお会計になりますが、現金もちろん使えますし、まあ、その他クレジットカード、ビザ、マスターですね、あと M ペイとかウィチャットペイとかね、持ちであれば、そちらの方も対応可能です。なんかね、ここのねカフェがなかなか人気があるみたいでね、名前がレッシングコーヒーって言うんですけれど、
ちょっとここで最後コーヒーでも飲もうかな。すごいおしゃれな感じのね、店内となっております。あ、すごいコーヒーのいい香り。なかなか精度の高いコーヒーですね。まあいい感じのカフェも増えましたね、マカオには。うん、私がね10年ちょっと前に、ね、来た時はね、全然そんなおしゃれなカフェなんてなかったんですけれどね。多分インスタとかね、そんなんがねなんか人気になってからね、こういういい感じのカフェがどんどんできたんじゃないですかね。なんか毎年ね、もういや毎年というか毎月か、いろんなところにね、街中とかでもこういうホテルの中とかでもねカフェができてますよ。だからコーヒー飲むのに本当に困らなくなりましたね。向こうに見えるのはグランドリスボアパレスですね。リスボエタにはカジノはありませんから、カジノしたい方は向こうのリスボアパレスの方へ行ってください。それでは今日の目的はね、リスボエタの中のスタンレーカフェで、食事をすることだったんですけれど、あの前回の動画ではね、まあ、先ほども言いましたが注文忘れられていたりとかしてね、あんまりね僕もいい印象を持ってなかったんで、今日来たのはねもうあの時の動画以来だったんですけれど、ね、オープンしてからねもう時間も経ちましたのでね、なかなかしっかりとした、サービスで、制服の女性もね、可愛いし、うん、なかなかいいところじゃないでしょうかね。それはさておいてね、まあ、今日ね食べてみてね、おすすめしたい、お店に変わりましたので、皆さんも興味ありましたら、いつかまたねマカオにお越しになった際にこのリスボエタまで来て、ぜひ食べてみてください。ということで今日はここまでということにさせていただきます。マカオ散歩のソンソンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。